ウラノスです。あなたの愛を賛美させていただきます。はい、それでは賛美をしたいというふうに思います。お立ちできる方はお立ちください。
リアンダロリアンダラオリアンダレオリアンダロアレルギアナリアンダレ。このあなた方が頑張る必要はないと称されます。ただあなた方は私の言葉に信頼し、私の言葉に従ってきなさい。その時あなた方はこの私の手が働き、また技が進み、栄光が表されるのを見ていこう。このキリスト教会のこの中で一つ、この主の十字架のこの群れにおいて受けてきた祝福と恵みというのをこの流していく、そのような具体的な流れの中に入ってくるとしか言われます。さらにこの私に従い、私の技をこの担うときに私が働きを進めていくのを見ると幸せます。あなたは単純に信頼し従っていきなさい。この賛美の働きにおいても、豊かに他の教団教派宗派の方々のうちにこの安らぎの歌というのは浸透する中で、この賛美におけるセミナーをしてほしいという要請も出てくると主が言われます。さらにこの長教派の働きは大きく、また広く広がっていくことを覚えておかなければなりません。また一部のものだけではなく、多くのものたちがそこで奉仕するようになるであろう。特にこの対外的な働きが展開していく中で、へりくだって主に使え、人々に使えるように備えておきなさいと主が言われます。さらに威厳で祈り、さらに言葉で祈っていきなさいと称されます。私はあなた方に言葉を与えていこう。
この神の働きはこの教会を土台として大きく展開し始めますが、この大きな神の計画が成就していくために日々の基本的な信仰生活の中で小さなことに忠実であることが重要だと主が言われます。この小さなことに忠実であるときに、私は大きなことを任せるといった言葉は偽りではないとおっしゃいます。それはあなた方は小さなことをおろそかにせずに丁寧に信仰の対応をなし、それを全うしていきなさいとおっしゃいます。その中で私は信仰の原則をあなた方に教え、整えを与えていこう。それはこの後の働きのため、また大きな栄光が表されるためであるとおっしゃいます。また今許される中でのこの聞き従いにおけるこの失敗という事柄において、その失敗を失敗として後悔してしまって終わるのではなく、何が原因だったか、そこで何を学ぶべきであったかということを祈り聞きなさいと主が言われます。私が表す栄光と技は非常に大きなものとなることを覚えておかなければなりません。しかしそれはこの小さなことに忠実な者たちが担うと主は言います。それあなた方はおろそかにせず、小さなことを忠実に歩んでいきなさい。また神の言葉をもってお一人一人の信仰生活を祝福していくと主が言われます。神の言葉をこの正確に受け続けていきなさいと主が言われます。ああ十字架感謝あります。予言の言葉はありがとうございます。特別賛美はありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神の主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。